私自身がですね、長野県にただいま住んでまして、活動が半年に1回ぐらいライブをさせていただくような形にはなっているんですけれども、半年ぶりぐらいのライブで、おばあちゃん息が上がっちゃって本当に今
いやもう本当に明けましておめでとうございますっていう人と初めましてっていう人が多分たくさんいると思うんですけれども、ぜひとも高梨ゆなっていう名前だけでも覚えて帰っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、続けて2曲聴いてください。デイニースライスとあと非現実的なリアリティです。よろしくお願いします。伸ばした手の先、掴むことのできない
このあと2時間後ぐらいにミミスタにてまたライブに出演させていただくので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということで以上高梨優奈でした。ありがとうございました。